最初曲からでいいですか、はい、最初曲からで大丈夫ですか、いつもオープンに、はい、了解です、はい、時刻は10時を回りました。運命の若手の内側の時間です。 MC は私は明沢です。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオより生放送でこの後15時まで放送します。この番組は自称沖縄サフカル研究家、専門は漫画に登場する沖縄研究家兼自称古雑誌考古学者兼自称漫画喫茶研究家兼自称健康ランド研究家兼自称ライブハウス CC の私が去年急遽作ったキャッチコピー、ディープに毒にも薬にもならず可能な限りくだらなくをモットーに、私の得意分野である漫画ネタ古雑誌ネタを中心に書ける曲は可能な限りインディーズで好き勝手に語る番組です。皆様最後までお付き合いください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginoan.com 797@fmginoan.com。 また FM ギノアンではツイキャストユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノアンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリカッコリスラジカッコ閉じるカッコリスラジカッコ閉じるをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。ということで、はい、もうこのコロナのね影響でずっとねマスク、相変わらずねやっぱりマスクはどうも喋りづらいっていうか、すごいなんか息が切れるっていうかですね、何回もね語ってますけど、漫画俺はてっぺんに起きるなんかマスクトレーニングがまさかね字で言ってるような感じの状態が続いて、またね自粛要請の影響でもう憩いの場所がね次々と休業したりとかですね、時間が短縮されたりとか、もう寂しい状態が続く今日この頃なんですけど、まあ、意外とね引きこもりに関してはねまた資料掃除兼ねてね資料置き場の発掘調査が続いてて、意外な資料が見つかったりとかですね、まあ、そんな感じであまりステイホームに関してはそれほど苦ではないというところがですね、そういう走行してるうちにまたいろいろね面白い資料が出てきたりとかですね、またブックオフとかでも結構自分の中ではねレアものの資料が見つかったりとかして、すごいなんかあんまりね憩いの場が少なくなった反面、ステイホームについてあまり苦になってないっていう、まあここら辺がね意外とね引きこもりには強い方なんだなって思ったりもしてですね、そんなこんなで今日もですねいろいろ資料を持ってきましてですね、ここのところねライブハウスとかあんまり行けてないのがちょっと寂しいんですとあるんですけど、まあ、今回はちょっと漫画ネタとか中心にですねいろいろああでもないこうでもない喋り続けていけたらなって思う今日この頃です。というわけで今回もね曲に関しては先月数回にわたってねゲストで出演してくれた山田バサラの、新しいアルバムを中心にですねかけていきたいなと思いますんで、今回もそうですね、はい、では一発目曲いきたいなと思います。はい、じゃよろしくお願いします。山田バサラでこれオリジナルはですね直木屋の曲なんですけど彼がカバーしてます、イエスの枕。バサラさんの曲って YouTube にもアップして大丈夫ですか？あ、いいっすよ。大丈夫ですか？せっかくなので開けましょうね。せっかくなので曲も YouTube に載せましょうね。
いつも Yes お前まあいいよ No 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 Ow まもなく始まります。はい、山田バサルでイエスの枕でした。これオリジナルはですね、直木屋の曲なんですけど、あのもし興味がありましたらですね、もちろんあの、彼のね、バサルのニューアルバムだけじゃなくてですね、あの直木屋のアルバムにも入ってるあのオリジナルのね、イエスの枕もまた聴いてみていただければありがたいかなと思います。というわけで、はい、あの本題にっていうかですね、入りたいと思います。今回ですね、あの前回もちらっとちょっと前回はあのちょっと本持ってきてなかったんですけど、ちらっと語ったレジェンド漫画家インタビューをメインにですね、いろいろ語っていきたいなと思うんですけど、まずこの吉田豪のレジェンド漫画家列伝なんですけど、これはあのブブカっていう月刊誌で連載されていた、まあ、今もある連載継続中なんですけど、あのレジェンド漫画家列伝なんの中の、13人の漫画家さんのインタビューをまとめたものでですね、多分あのもうほとんどレジェンドなんで、あの多分今の方がご存知の漫画家さんがどのぐらいいるか分かりませんけど、まずあのその13人のですね、バロン吉本先生、平松伸二先生、寺澤武一先生、バロン先生はあの、代表作があの住居伝っていうね、あの
タイガー漫画、漫画アクションで連載されたのかな、うん、であと平松伸二先生はあの代表作が、ドーベルマンデカ、あとブラックエンジェルがメイン、あとあのマーダーライセンス牙っていう作品もありますね。まあ大体あのバイオレント系がメインなんですけど、あとは寺澤武一先生ですね。この人はあの少年ジャンプのね84年代のあの売り上げが650万部というあの偉業を達成した時のあの黄金時代を支えた漫画家の一人で、当時の、まあ、代表作はコブラですね。後にねアニメであのスペースコブラになりましたけど、あとは千葉哲也先生、この人はまあ明日のジョーが代表作で、まあ、今のビッグコミックオリジナルかな、あのビッグコミックかあちらの方でちょっと短編漫画書いてますけど、あとはあの和美田大二先生、小林誠先生、海老原武先生、まあ、海老原先生はあのマイチングマチコ先生ですね。あと、怪奇漫画、まあ、スプラッターホラー系のね橋あの第一人者の日野秀志先生で、鶴ぴく揚げ丸の野村新保先生、あとあのパチスロ漫画で、まあ、あの頑張ってるあの谷村仁志先生とかですね、あとは、課長あの島耕作シリーズの広金健志先生、あとはあの、漫画原作者のドーベルマンデカのとか、あと北斗の拳の原作を担当していましたブロンソン先生、そして、パタリロと飛んで埼玉のマヤミネオ先生とかですね、まあ、結構豪華なラインナップで、あとはね単行本化されてなかったんですけど、あの漫画原作者のねあの釘石サブヤンとか包丁に味兵とかの原作担当してた牛次郎先生とかですね、あとはあのベルバラの池田理代子先生とかいろいろ、まあ、あのインタビューやってますけどね最近のやつでは、あとはあの大島康一先生とか、まあ、かなり、まあ、それだけでも濃いんですけどね、すごいなんか非常に濃いメンツで、あの個人的にはねすごいあのたまらないあのラインナップになってまして、まあ、その中のそうですねブロンソン先生行ってみましょうかね。まあこれ実はあの1947年長野県生まれということで、航空自衛隊入隊などを経て1972年に少年ジャンプに連載された、これ五郎君登場で漫画原作者としてデビューっていうことでですね、はい、この人はあの自衛隊 OB で、自衛隊辞めた後にですね、なんと、当時ねあの男一匹ガキ大将であのヒット飛ばしたあの本宮先生、同じあの自衛隊仲間なんですよね、その人のところにあの転がり込んでですね、まあ、このインタビューレジェンド漫画家出る時点でもあの、まあ、本宮先生がいなかったら今の俺はないって言ったんですけど、これを裏付けるのが、はい、もう一つ買ってきました、そして僕はゲドーマンになるっていうあの、ドーベルマンデカとかですねヒットを飛ばしたあの平松伸二先生の自伝漫画になるんですけど、この中でですねあの、まあ、原作担当でこの人が絵描いてたんで、あの、まあ、タッグ組んでね連載やってたんですけど、この中であのブロンソン先生がね酒の飲みすぎであの入院するシーンがあるんですよ。でそこであの担当の後藤さん、担当編集者の後藤さんとですね一緒にお見舞いに行くっていうエピソードが書かれてまして、で病室でねあのやっぱりあの女性はべらしてですねあのイチャイチャしてるところに見舞いに来まして、まあ、おそらくあの当時ね通ってたあの、まあ、お水系のねあのお姉ちゃんだと思うんですけど、そこで、入院ということで入院中でも原作は書くっていうことで、やっぱこの、まあ、この頃のねあの昭和ならではのエピソードがすごいのがですね、あの病室でねあのベッドであの寝ていて見舞いに来たあのお客さん、もう見舞い客のね後藤さんと平松先生と、あと病床でねあのベッドに寝てるブロンソン先生がですね、お互いタバコをふかしながらですね、ああでもないこうでもないおしゃべりしてるっていうところがですね、まあ、そこでもですね今では考えられないが40年前の当時は病室内が禁煙じゃなかった、タバコの煙も相まって室内は気まずい雰囲気だった、まあ、当時ね禁煙じゃなかったっていうところがですね、あの時代だなっていう感じなんですけど、まあ、そんな中であのブロンソン先生がですね、あの本宮先生のところに居候になったご縁をですねあの書かれてまして、本人曰くあいつとは航空自衛隊生徒の同期だったんだよっていうことで、まあ、当時からとんがってましてですね、あの、まあ、先輩の仕事にね立ち向かっていって、結局1年で辞めて数年経って男一匹ガキ大将っていう漫画で大ヒットを飛ばしたっていうことで、
でその後ですね、ブロンソン先生は自衛隊辞めてばっかりでフラフラしてる時に元宮先生のところに居候として転がり込んで、まあ、その後ですね、でもまあ絵が描けるわけじゃないし麻雀ばっかり知ったんだけどさっていうことで、そしたら当時の担当の西村さんが、元宮のためにならないと思ったんだろうね、俺に原作漫画の原作を書いてみないかって言ってくれたのよっていうことで、いろいろ教わりながら書き始めてっていう感じで、まあ、それでいろいろあって、あの平松先生と組んだのがドーベルマンデカっていうこと で、はい。で、まあ、そんな中でいろいろあのこのインタビューの中で、あの、まあ、元宮先生のところので、あの当時の、ね、編集の西村、まあ、この人ね、その後にあの少年ジャンプの3代目編集長になるんですけど、このね、まあ、やっぱりこれ実はもう一つ持ってきたものですね、これあの少年ジャンプ黄金の奇跡っていうあの本を購入しましてですね、これはあの、西村さんが3代目編集長で、その後あの4代目編集長になってですね、まあ、それ以前あのこのドーベルマンのあの平松伸二先生の担当をしていた後藤さん、まあ、この自伝漫平松先生の自伝漫画、そして僕はゲドーマンになるでもあの鬼の担当編集ということでですね、すごいしごき役でね、あの出てくる後藤っていう方が出てくるんですけど、まあ、この方が書いてる本で、当時ですね、はい、これでもあの105ページでもあの平松先生とあのドーベルマンデカとブロンソン先生について書いてある箇所がございまして、105ページにですね、一方原作者のブロンソンは元宮プロダクションの出脚をしながら原作修行をし、読み切りや短期の連載も手掛けたが、原作者としてはまだ無名に近く、新人原作者と言ってもよかった。私は平松伸二の連載企画の原作者としてブロンソンに白羽の矢を立てたということで、あのそうそう、まあ、これこの辺がね、後にあのドーベルマンデカのヒットにつながるんですけど、それと同時にですね、あのその食客元宮プロにお世話になってた頃のエピソードで、あの元宮先生のね、そのヒット作の中であの男一匹ガキ大将時代のねエピソードとかがございまして、あのこれってあの男一匹ガキ大将ね、私も小学校何年ぐらいの時かな、ちょっと高学年差し掛かったあたりで読んでるんですけど、この中であのまあこれ内容はどんな内容かっていうと、あの、まあ、関西の方のね、あの田舎の漁師町で育った戸川万吉というあの主人公なんですけど、まあ、彼が最初ね、あの喧嘩でですね、その周辺の不良をどんどんまとめていってですね、あの万吉一家っていうなんかあのグループを結成しまして、それがあのいつの間にかね、全国のあっちこっちのね、あのもう不良をですね、まあ、時に腕っぷし、時にまあ知恵で、まあ、いろんな方法でね、あの振幅させていってですね、どん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 あの万吉一家がね、全国規模であの増えていくんですけど、まあ、そんな中でですね、あのその第1部あたりかな、そのクライマックスでの、まあ、同じようにですね、その堀田というね、あのその敵から、まあ、ライバルキャラみたいなのとですね、対決するシーンがあって、それでも相手はね、数で来るんですけどね、そこをね、いかにっていうあのその見せ場の一つなんですけど、その見せ場の途中でまあいろいろやり取りがあってですね、まあ、このまであの自分に不利になると思われたその相手キャラがですね、なんか竹槍みたいなやつでもので、あの主人公の万吉のお腹をプサって刺して、その途中でですね、第1部完みたいな感じで終わってですね、しばらくあの連載が休載してたことがあって、まあ、男一匹ガキ大将すごい人気があって一時期ねアニメ化もされてたんですけど、なぜかしばらくあのずっとその休載状態が続いてまして、でそれあの、まあ、その後ね漫画連載再開するんですけど、その頃もあの中学に差し掛かった頃でもなかなかね読む機会がなくなりまして、その後どうなったんだろうって思いながら、なんとこの後あの、まあ、だいぶあの成人して以降の話なんですけど、今から20年近く前かな、あのその当時のねあの編集、まあ、元宮さんの担当編集 で後にあの3代目編集長になったの西村さんが、
さらば我が青春の少年ジャンプっていうね、あの当時を振り返るあの5本を出されてるんですよ。でその中でやっぱりあのかなりね連載週刊連載なんで、あの結構精神的に追い詰められていて、まあ、そんな中ある日ね、あの、まあ、実際そのライバルキャラのね堀田がね、あの竹槍みたいな感じで、あの主人公のね戸川万吉の中をぐさって刺したところで、あのその当時の生原稿ではあの勘ってあの終わりを意味するね、そういうあの終わる、もう本宮先生の中ではね勝手にあの終わらして、その後の行方不明になるなっちゃうんですけど、でもあの西村さんはその勘って書かれていたところはあのホワイト修正液で消してしばらく救済しますっていうことであの持っていったっていうあの記述がございまして、でそれについてはですね、あとあの、まあ、何年に失敗されたか分かりませんけど、あの幻冬舎文庫であの吉田豪がこのレジェンド漫画家ですね書いてるこの方がですね、あの当時あの男気まんじ固めっていうあの本で文庫本で本宮博先生にあのインタビューしてもあるんですよね。でそれによれば、あの本宮先生は当時あの付き合ってたか彼女がいて、あの遠距離交際したんだけど、あの彼女からあの別れ話の手紙が来たんで、それでいても立ってもいられなくなって、連載急にねあの中断させて、付き合ってた女性に会いに行って、その時いろいろ修羅場だったエピソード延々と聞く、まあ、かなりねいろいろあったんだなって思ったんですけど、これがこのレジェンド漫画家列伝のブロンソン先生のインタビューを読んでみますと、時折あのなんていうんですかね、あの本宮先生ね、たまにあのスランプとかね追い込まれたですね、二人でねあのバイクに乗ってですね、あの確かね、で本宮が煮詰まって原稿をほっぽり出すっていう時に、おいこれから逃げるぞって、あいつが俺をバイクの後ろに乗せて二人でバーッと走り回って、もう行くとこなくて船橋のオートレーサーなんか行って、バカだからそういう時に限って勝つんだよ、勝った瞬間に気分が良くなって帰ろう仕事やるぞって、そんなんばっかりだったよっていうことで、あの時折ね二人でね二血でねあの飛び出していたっていうエピソードが書いてまして、その男一匹駆け大将のねその藤野裾野の先ほどのね番組あの連載が中断した時の見せ場のエピソードですね。そうあの時は男一匹ガキ大将で富士の裾野に何万人と集まったでしょう。そこで本宮は主人公を本気で殺しちゃおうとしてるわけ。ところが周りはダメだって言うから、あの時も逃げるぞって言って、必ず俺がバイクの後ろに乗ってたよっていうことで、で吉田豪さんがですね、その男気満喫固めでね、私も確認したエピソードなんですけど、男一匹ガキ大将の途中で逃げた時は付き合ってた女の子を後ろに乗せたらしいですけど、ブロンソン先生の衝撃のコメント、あれ嘘だと思う、あれは俺だったと思う、あの時女と付き合ってないはずだから、多分俺じゃねえかな、あいつも結構自分で作ってかっこよく書くからね、俺じゃかっこよくかっこつかないじゃん、だから女にしたんじゃないという、ね、かなりあのまた衝撃のですねあのコメントありまして、まあそれからね後にあの、まあ、本宮先生もね、あの森田純先生っていうね当時の女性漫画家と結婚しましてですね、途中からの女性キャラを、まあ、あの頃付き合ってたかなんかしたのかな、まあ、よく分かりませんけど、あの、まあ、とりあえずいろいろあったということがね、あのこの数冊の、ね、資料から当時の、ね、漫画界の裏話が伺えて、あの当時の、ね、往年のファンとしてかつてのファンとしては非常に嬉しい限りというか、なかなか楽しいものがございますということで、はい、次曲行きたいなと思います。お願いします。山田バサラで美味しい午後、早期シエスタ。遅めのランチを食べに行く、
ジョギングすがら見つけた沖縄そば屋、ソーキそばを頼もう。トロトロのお肉の横にはわさびがちょんとついている。お箸をカツオだしの海に沈め、自家製の麺をすくう。いつまでも同じ味でいておくれ。おいしい午後ソーキシエスタ。ガキの頃スクールバスの帰り、おばあちゃんが営む小さなストアで、ケータとユタとタケヒロとナオトと僕は盗みをした。10円のチョコ20円のもろこし渡ろう。野球カード付きのポテトチップス、悪魔いっぱい袋に詰め込んだけど、おばあちゃんはいつも知らないふりしてた。ジューシーもついてくる。おいしい午後ソーキシエスタ。一平の花は今年咲かなかった。シークワーサーは小ぶりだし、人間は AI に愛えなしてる。季節がどんどん狂ってきてる。練習帰りの遅めのお昼、ソーキそばが僕をトロトロにする。セミが紙やすりで鳴いてる。屋根の上のシーサーがトゥルボー、のてっぺんに青い鳥がとどむ。